ック、お相手は田崎朝日と長谷川萌実です。 M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。 M ラインミュージック、今回も盛りだくさんな内容でお届けしていきます。ビタースイートのお二人は5月17日にメジャーデビュー6周年を迎えたそうです。おめでとうございます。メジャーデビュー記念日はどのように過ごしたのでしょうか。当日は、まあ、ビタースイートはリハーサルをしていたんですよね、うん、そうだね。で20日に行うメジャーデビュー記念6周年のライブの、うん、ライブのリハーサルだったんですけども、はい、まあ、その時にその当日をやっぱ一人で迎えるのもちょっとなんか心細いじゃないですか、うん、そうだね。だから、うん、なんかそういう時にこうリハーサルでね二人で迎えられたっていうのは、うん、田崎個人は嬉しいなと。私もすごい嬉しかった。なんか何日か前からか、うん、そのリハーサルの練習をしている時から、うん、この日当日なんだよなって思いながらこう練習してて、ね、うん、で実際にねスタジオでいろいろ撮ったりしたよね、うん、写真とか。そうなんですよ、まあ、TikTok とか2人で撮って、うん、本当に今後もよろしくお願いしますっていう動画上げたりだとか、うん、はい、でその20日のライブから新グッズもねあったから、うん、そっちのね、うん、写真とかもいっぱい撮り合いこうしつつ、なんか今までのリハーサルで一番そういう写真をたくさん撮ったリハーサルだったなと思って。そうだね、なんか記念日ならではな、うん、いつもありがとうの動画も撮ったりとかしつつ、うん、その新しいグッズの写真とかめちゃくちゃたくさん撮ったリハーサルだったね。だからすごいその雰囲気も味わえて、うん、いろいろね6周年の中でコロナの期間とかもいろいろあったけど、うんうん、それを乗り越えてこうして当日音楽の現場で迎えられたっていうのはすごく嬉しかったです。そうですね、うん、まあ、あとはそのリハーサル終わった後にはいバイバイみたいな感じじゃなくって、ね、ちょっとこっから食べに行こっかみたいな、うんうん、ちょっとまたその6周年経ってもなんかこう変わらない関係みたいなものっていうのすごいいいなって個人的に思いました、うんうん、はい、はい、ということでビタースイート今後も引き続き応援のほどよろしくお願いします。します。まずはビタースイートメジャーデビュー6周年記念ライブ2023から写真には残らないシュートをご覧ください。懐かしいグランド校舎の影から見えた夏の始まりに放課後になるといつも走っていた男の子を思い出すんだ。でも試合にはたまにしか出ない、それでもね誰よりも大きな声でベンチを支えて叫んでいたこと知ってたわ。遠くから応援してた。あの日チャンスがやってきた時、泥だらけになりながら向かってゆくその姿に願い込めて、次の瞬間時間は止まった。涙の先に見えた笑顔と写真には残らない。こともあるけど
は脱ぎ捨てた全力で追いかける。そしてチャンスがやってきた時、泥だらけになりながら向かって行きたい。後悔はしたくない。シュートは大きく外れたとしても、力を込めて蹴り出してみせる。写真には残らない。毎日を生きるんだ。私だって負けないわ。そう思った。いつかチャンスがやってきた時、すぐに向かって行けるようにと今でもずっと覚えているの。あの日確かに時間は止まった。目を閉じればすぐ浮かんでくる。写真には残らない。シュートは決まった。私だって負けないわ。そう思った。楽曲は私たちのメジャーデビューシングルに収録されている楽曲でしたが、久しぶりに歌ってみていかがでしたか？はい、まずこの写真には残らないシュートという楽曲は、うん、ビタースイートにしてはちょっと珍しいソウルフルなね、熱いナンバーだなって思うんですけど、うん、歌詞も結構熱い歌詞になっていて、うん、こう写真にいろいろね今は残る時代なんだけど、うん、その見えないところでも頑張る人が写真には残らない毎日を生きていこうっていう熱いメッセージが込められています。で今回初めて、うん、ギターをね弾きながら歌ったんですけど、うん、なんかすごく久しぶりだなっていうのプラス、うん、その緊張感とかもねちょっとありながら歌っていました。あとなんかこう当時そのリリースした当時に歌っていた時の気持ちとまたこうちょっと間を空けて、うん、6年後にこうまた歌っているっていう気持ちが全然違うなっていうことに気づいて、うん、そうだね、うん、なんか特に2番のなんか一握りのヒーロー、そのすぐ近くでみんな戦っているんだっていう歌詞があるんですけど、うん、そうなんだよってこう今となって、うん、まあ、当時もそうだよなって思ってはいたんですけど、うん、またこういろいろ経験をこう重ねた6年間が自分にあるんだなっていうのをその歌詞のこう一フレーズでなんかずっしりと今回のこう重みが変わったんだなっていうのはすごく感じました。うん、そしてこのライブの時に発表させていただきましたが、はい、この度7月の19日にビタースイートのニューシングルが発売することに決定しました。はい、はい、ということで今回、シングルなんですけども、うん、このシングルには私田崎が作詞しました、うん、私が飛行機を嫌いなわけという楽曲と、はい、長谷川が作詞をしました雪と花火が収録されます。はい、両 A 面シングルになっています。はい、個人的に、うん、この活動をさせていただき始めてから、うん、自分の夢の一つであったのが、うん、作詞作曲欄に自分の名前が載ることがすごく、うん、私の夢でして、うん、でやっとだみたいな、ね、そういう気持ちもありつつ、ね、すごく嬉しいなと。でその名前が書いているものをまたこう皆さんの元に届く系に行ける、うん、またこうリリースイベントとかで行くことができるのかなと思うと、うん、すごく今後も楽しみだなと思います。はい、はい、私自身もうビタースイートでねずっと自分たちでこう自作曲をライブでもたくさん歌ってきて、うん、初めて の、 その作詞で携わった曲のリリースなので、うんうん、たくさんの方にね、うん、またこの思いを届けて舞台に行けたらいいなと思います。はい、そんな私たちビタースイートがそれぞれ作詞した楽曲、ニューシングルですね。ぜひお楽しみに。続いては佐藤まさき、
ファーストシングル発売記念イベントからディンドンをご覧ください。街のピースダンスなわけないよね。もう花が触れちゃいそう、沈黙の引力。ベイビー、駆け引きなんかはしなくていいよ。だって私も同じ気持ちでいるから。そんな顔するとか知らないでしょ。 Baby 一緒に一緒に越えたいの、境界線の向こう側。どうかしちゃった夜の中で愛を紡ぎましょう。全てさらけ出して胸の奥のハッピー感じてるから。ベイビー次会う時にはこうなるってこと。視線言えないこととかいっぱいいっぱいしたい。 Baby やっぱりやっぱりそうだよね。連携しょうもないようなもの加速つけて高まるの月 100% 感情脈打つ鼓動の BPM 合わせ2023マジカルウィッシュから宮本花凛、尾形理沙、ビタースイート、工藤夢、松永理愛がパフォーマンスした銀色のテレパシーをご覧いただきます。はい、はい、こちらはですね、以前は花凛ちゃんと理沙ちゃんとビタースイートでも披露したことがありまして、あとね、はい、でそれプラスのまたね、夢ちゃんと理愛ちゃんのお二人が今回参加してくださったので、なんていうのかな、掛け合いがすごく短いスパンであるじゃないですか、メンバー同士の。だからいろんな方の声が聞けて、すごい入る楽曲だなって。あ、そう、人数が増えれば増えるほど入る楽曲だなって思ったのが、ね、はい、今回思いましたが、いかがですか。入るといえば、振り付けもずっと動いてるじゃないですか。そうだね、そうそうそう。で
その最初にね始まった時から、うん、イントロからこうわーって集まってくる感じ、はい、カレーやりながら集まってくるんですよ、はい、なんかこれもなんか UFO がふわーってこうやってきたみたいな感じで、うん、その宇宙感というか可愛らしい感じがして、うん、今ねあの映像ちらっと見させていただいたんですけど、はい、なんかこう客観的にみんなからこうやって見えてたんだみたいなのがまたね可愛いって思いましたね、うん、そうですね、うん、なんかこうちょこちょこって歩いていくんだよねこの時、そう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 、あそこもちょっと可愛いよね、そう可愛いこういう振り付けとかあとサビの前のこうテレレテレテっていう感じの、うん、ちょっと本当にもう 銀色の世界にいるみたいな、ね、銀河を見てるみたいな感じのところも可愛いので、うん、そういうところにも注目してご覧ください。寂しさに暮れる私を呼んだ屋根のぼりたった一人仰ぎ見た銀河天文学的まさに奇跡出会った運命このひどい世界流れる時さえ君とおそろいこの世には進化した最新のテクノロジーモバイルで繋ぐ距離ついたより聞いた風流行ってるよそっちではどう焦る君の顔ふと思い出すよ忘れていたこと同じ時を今私たち生きてる私ならここで元気遠くにいる君にすぐにまっすぐに心伝えて銀色のテレパシー見えて聞こえて感じる孤独に思うなぎ不思議本当の気持ちはいつも一つで「ちょっと感動するよ当たり前のこと」「この地球上に私たち生きてる」「銀色のシンパシー」「私もとても優しい」「かけがえない君にすぐにまっすぐな愛を伝えて」
おやつタイムです、はい、今回はキャプテンスイーツバーガーさんのチーズチョコレートバーガーとストロベリーバーガーを用意していただきました。キャプテンスイーツバーガー、はみ出るほどこだわったボリューム満点のスイーツバーガーブランド。3個入りのボックス型パッケージはまるで本物のハンバーガーが入っていそうなキュートなボックス。今回はチーズチョコレートバーガー、ストロベリーバーガーを用意しました。このパッケージがなんとも可愛らしくないですか、はいね、これ可愛い、なんか本当にハンバーガーが入ってそうな、うん、でちょっと開けてみると、開けてみるとじゃじゃーん、こんな感じで、ね、はい、ミニサイズ3つ入っておりますね。いい、うん、これすごくいいね。ちょっとじゃあ、食べてみますか。ね、食べてみよう、楽しみに、ね。今回田崎がいただくのが、はい、チーズチョコレートバーガーです、うん、私はストロベリーバーガーです、はいはい、このくらいの大きさちょうどいい一口サイズ、いただきます、うん、お、サクサクっと音がしましたね、うんうん、あ、いい音してる。うん、あ、どうですか。あ、なんか甘さ控えめで、うん、なんかチーズのコクがすごいまろやかになってます、うん、で、これはクッキーの生地に確かチーズが入ってまして、うん、うんうん、ね、それがすごいサクサクしてすごい美味しい、うん、なんかいい感じの甘さですね。でもそんなに甘さもしつこくないので、うん、すごく食べやすいです。食べやすい、はい、じゃあ私もストロベリーバーガーいただきます、はい、うん、ほのかなストロベリー、おー、うん、あ、なるほど、なんかこのサクサク感と、うん、このチョコのパリッとした感じ、うん、食感がすごく楽しい。そうだね、うん、確かに。で、この中に入ってるホイップクリームもさ、うん、すごく美味しくない、まろやかな、美味しい一つになりますよね、うん、はい、ということでこちら、あの、実は私もね、うん、このショップ知ってて、うん、ちょっと買いたいなって、こう差し入れするときに、うん、ここしようかなっていう候補の一つのお店でもあったんです、うん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 、でも食べたことがないから、うん、ちょっといつか、またいつかって思ってて、なかなか、うん、なんかそういう買う機会がなかったんですけど、うん、今回食べて、もうこれ食べたから、もう味も分かってるから、うん、もうこれいろんな方に買っていきたいなって思いました。いや、すごい喜ばれるよ、はい、うん、さあ、キャプテンスイーツバーガーをね、いただきましたが、はい、最近朝石ちゃんは、うん、すごくすずめの戸締まりの映画にハマってるんだよね、はい、そうですね、あの、こんなに映画、同じ映画を何回も見に行ったことがなかったので、うん、今のところこの収録の時点で何回くらい、うわ、5、6回かな、でもまだ5、6回ぐらいなんですけど、うんうんうん、はい、また行けたら行きたいなって思いつつ、そうだね、ちょっとよくさ、うん、なんか SNS で、はい、ちょっとコスプレに近い感じのすずめちゃんの格好をして、うん、あの、なんかお話し会、あ、そうですね、あの、うん、バウンドコーデって言いまして、あ、まずコーデはバウンドコーデ、はい、なんかそのキャラクターに似ているっていう感じの、うん、はい、でバウンドコーデをして、して、あの、上映の後に挨拶、うん、舞台挨拶、新海誠監督が、うん、はい、されていて、もう絶対見に行こうと思って、うん、で、もう自分にチケットも取って最後、ね、取ってさ、うん、行けたっていうのもすごいよね、最後の一席だったんで、そう、すごい嬉しくって、もうすごい運命感じました。そうだね、はい、すごい、ね、うん、なんか萌実ちゃんとも前もね、あの、何回か私たちの映画に行きましたが、うん、そうだね、うん、あの、鬼滅の刃を見たりとか、うん、あと、スターウォーズも見た、一番最初、そうだったね、一番最初、そうか、そうなんです、意外な映画を2人で見ました。なんかそんなにこう、うん、私たちはスターウォーズが好きとか、うん、ずっと追って全て見てるとかっていうわけではないんですけど、はい、でもなんかその時すごいね、話題で、うん、たくさんテレビとかでもやっていたので、うん、ちょっと見たいねってなって、ライブの後にね、そうそうそう、2人で見に行って、ハンソロかっこよかったねとかね
ていう話をしてっていうのがあって、ね、それ以降ですね、うん、ちょっと話題の映画を2人で見に行ったりとかもするようにね、うん、なりましたが、うん、最近ね、はい、尾形梨紗ちゃんと、うん、あの名探偵コナンを映画見に行きまして、うん、でなんか私も梨紗ちゃんもそれぞれその前に1人で、うん、あの映画を見てたんですよ、うん、であのすごく楽しくて、うん、でもう一回見たいなと思っていたら、うん、尾形梨紗ちゃんもブログでね、うん、もう一回見たいなって書いてたの。あ、そうなんだ。 それでえよかったらさ一緒に見ないって誘って、うん、そしたら見ましょうって言って、うん、で初めてプライベートで会ったんですけど、うんうんうん、なんかこう見る人だったりとか一人から二人以上になったりとかすると、うん、やっぱり見方が変わるなと思って、そのね回数も、うん、あの変わりますけど、うん、あの一緒に見る人ってこう視点が変わるじゃないですか。そうだね。そう、それがまた後でお話しできるのもすごく楽しくて、いろんな発見があって面白かったです。なんかね、はい、いろんな視点があるいいですよ ね、 ね、はい、今後もまたいろんなものを見ていけたらと思います、うん、最後はこちらの映像をご覧ください。リサ・オガタコンサート2023空楽、今回はサポートダンサーに笠井由美ちゃんと八木修一ちゃんが出演してくれました。ありがとうございました。ありがとうございます。お二人はね、10月も出てくれたこの組み合わせだったんですけれども、久しぶりにねやってみていかがでしたか？私はあのやってみた曲が2人でナインティーンの蜃気楼を披露したんですけど、私たち今19歳なので19歳にしか出せないようなフレッシュでパワフルなパフォーマンスができたんじゃないかなって思います。私八木は雨音はショパンの調べという曲で尾形梨紗さんのバックダンサーをさせていただいたんですけど、今回初めてのバックダンサーということで踊りに集中して頑張ることができたんじゃないかなと思います。そして3人では椿ファクトリーの花模様という曲を一緒にやらせていただきまして、まあ、あのファンの皆さんもすごくノリノリでクラップしてくれたのは印象的だったんですけれども、まあ、今後もこの空楽続いていくので、またね一体感を出してみんなで楽しめればいいなというふうに思います。ぜひ遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。M ラインミュージック、お別れのお時間となりました、はい、さて、今年初めて2人での MC でしたが、そうだね、いかがでしたか？いや、なんか他のメンバーの方とこう一緒に話すっていうのとはまた全然違って、うん、こう相方と話すっていう感じなので、うん、なんか今まで通りな感じもありつつ、うん、なんか全然違う方に見てもらってるから、なんかそういうなんか緊張感もありつつな感じで、うん、なんかちょっと久しぶりの感覚だったんですけど、うん、また一緒にこうしてできてよかったなと思います。あさしちゃんどうだった？そうですね、あの私は、うん、あの楽曲写真には残らないシュートを今日はねご覧いただいたと思うんですけども、うんうんうん、なんかそれについてこう2人でさ、うん、こうやって思って今回歌ったんだとかっていう話とかあまりしないじゃないですか、うんうん、なので今回この、 あの撮影を通して、あ、こういう気持ちで歌ってたんだっていうのを知ることができて、うん、ちょっと嬉しかったなっていうのは思いました、うん、はい、ということで M ラインミュージックは話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しておりますので、ぜひコメント欄にご記入ください。この番組は毎週金曜日に更新します。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。今回の M ラインミュージック、お相手は田崎朝日と長谷川萌実でした。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか？次回も盛りだくさんの内容でお届けしてまいりますのでお楽しみに。ナレーションは尾形梨紗でした。またお会いしましょう。